はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、裏技を練習してみたいと思います。昔はね、成功率 60% ぐらいで、結構できたんだけども、1年ぶりに始めて、全くできません。全く 0% です。今日は、まあ、50% ぐらいはできるように練習していきたいと思います。雷電流でちょっと練習しますね。それでは、行きましょうか。やり方はね、まあ、コメントでも教えてもらって、分かっております。前はね、完全に覚えてたんだけど、忘れてるもんね。やっぱ1年間っていうのは忘れちゃう。やべえ。まずグレート化をして、グレート化が切れる直前に、回避をしてからの必殺技だったね。が一番簡単にいけたような気がする。じゃあ、はい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 。OK! あ、ミスった。危ねえ。まあ、とりあえずチャンスは取っていくぞ。はい。危ねえ。危ねえ。なんかこれタックルが一番チャンス取りやすいらしいね。でもちょっとタックル要員のグリー隊長はいるけどね、早く倒したいので支援でいきます。 OK。 まずは、ゲージがたまらないといけないですよね。ゲージを簡単に貯める方法っていうのはないもんね。あの金色の玉を出してくれればそれでたまるんだけども、なかなか出さないもんな。まあ、次チャンスになる頃に確かグレートかゲージが溜まるので、そこで打ち当てていっちゃいましょう。よっしゃ、とりあえずグレートかしました。で必殺技ゲージをしっかりと見とこうかな。回復ナイス、ありがとう。いいね。ここら辺からやっていくよ。いけ。できなかった。次こそはここだ。どう、いけたっしょ。あれ、いけてない。タイミングがちょっと難しいな。違ったか。次こそは次は成功しちゃいましょう。いやいや、もう倒しそうだけどね。倒しそうなんだけど、まあまあまあ成功させちゃいましょうよ。よし、そろそろいけ。どうだ、ちょっと早い。いやー、ダメだ、切れちゃうな。ちょっと早いのかな。次こそはやるぞ。いいよ。グレート化するのがもう敵が瀕死になった時っていうのがね、まあまあいいけど。よし、そろそろいいか。今回ちょっとギリギリでいくよ。いけ。どうだ、かなりギリギリでいったけど、どう。よし、来た、成功。なるほど、ちょっとつかめた気はする。結構ギリギリだね。はい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 。なんかゲージがあって、それの最後の1ゲージぐらいで回避をして必殺技をすると良さそうかな。次も成功させる。大体コツはつかんだ気はするんだけどね。どうでしょうかね。よし、ここで成功させるとだいぶいいと思うよ。よし、待て待て待て。よし、どうだ、いったっしょ。あれあれ、そんな難しい、そんなシビアか。いや、絶対いったと思ったんだけどな。あ、ならばあれか、
最後の一メモリが減り出したかなぐらいでやればいいぐらいか。シビア、次こそは成功させる。もう分かった、もう分かった気ではいる。絶対やるぞ。よし、待てよ、よし、行くぞ。いけ、あー絶対間違い、絶対失敗、回避できてないもん。よし、OK、 行くぞ。ちゃんとゲージ見とかね。いやー意外と難しいよね。1回は成功したけどもちょっと難しいよ本当に。 OK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 、 いけ、いったやろ、絶対いった、絶対いっただよね。はい、分かった。あれね、ゲージがもう完全になくなった状態で必殺技が打てれば、成功っていうわけかい。オッケー、分かったよ。いけだ。はい、ということで今日は裏技ずっとグレート化を練習してみました。 100% じゃないけどおそらく 50% ぐらいの確率ではできるようになったと思います。はい、まあもうちょっとね、練習してみますね。あと変化するやつ、未来の妖怪たち、あれは修正されたよね確か。ずっと、変化した状態ではいられなかったと思うんだけども、どうだろう、ちょっと一回試してみようと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。